はい、とも、海です。本日も、恥ずかしミステイク、続きからやっていこうと思います。はい、前回はね、本当にね、なんか、ラッキースケベ系なのかなって思ったけど、ね、全然もう、ただただ恥ずかしい、地獄なゲームでしたね。現実で考えたらって思うと、本当に地獄でしょうがなかった。今回もやっていきましょう。恥ずかしいね、ミスを犯した女性たちの話、スタート。はい。なんだか、誰かが叫んでいる。はい、閉じる。どういう状況今。誰かが叫んでいるは、この女の子だね。ブラジャーやら、なんかいろいろ降ってきてるって、この男がなんか悪さしてるの？はい、叫んでるのはこの子。彼氏？あそこの家のベランダだ。布を握りしめたまま、なんだか慌てている。そりゃ慌てるよね。下着落ちて、さらにそれがね、男性の頭に乗ってるって。地獄でしかない。どうやらここから洗濯物が落ちたようだ。はい。ここからは、ここかな？はい、この辺。はい。最悪じゃない？あの、洗濯バサミ男。ベランダに洗濯物が干してある。もう他のもいろいろね、落ちてるけど大丈夫かな？うわ、顔に何か飛んできた。これはなんだ？わ、かわいい水玉のね、水色の下着、めちゃくちゃ私好きなね、色味ですけども。はい。手に取ってよく見てみると、これは彼女の下着？まだあったのか。まだあった？ん？手に取ってよく見てみると、これは彼女の下着。どういうこと？まだあったのか？彼氏？これ。どうしてこんなにも下着が飛んでしまったんだろう。はい。弟の仕業で、下に彼氏がたまたまいて、どういうこと？彼がいたずらして洗濯物を飛ばしたようだ。下着を狙うなんて、スケベなやつだな。結局、なに？彼氏？でも下にいたやつが、ちょっと待って、よくわからん状況が。4問全部やったけど、状況が結局わからぬまま、ただただ女の子がかわいそう。こいつクソ野郎じゃん、結局。これがね、誰であろうとこいつがクソ野郎なのは変わりない。ねえ、女の子の下着を、ねえ、ふざけて落とすなんて。今日はずっと楽しみにしていたところに遊びに来たの。はい。何があった？いちご農園的な感じ？いちご食べ放題みたいな。うわ、そんな、練乳ポッケから出すな。どこに入れてんの？遊びに来たのだから、いちご狩りか。はい。これ、いちご狩りですね。たくさんのいちごがなっている。今日はいちご狩りに来た。いいですね、いちご狩り。うまいよね、もう食べ放題だからね。ネクスト。キャッ！何かが飛んできた。はい。何かが飛んできましたね。何かとは言わんけど。まあ、言っていいか。練乳だよ。これ？こっち？もう、そんなところに練乳設置しないでって思ったら違かった。あれ？何かが飛んできただから、こっちか。はい。うわ、人の顔面に練乳飛ばすってどういう神経してんだ？なんだかネトネトしたものが顔についている。言い方やめなさい、それ、ネトネト。これ、どこから来たんだろう？はい。どこから来たんだろうは、はい。こいつのポッケに入っていた練乳。やだな。なんか知らないやつのポッケから出てきた練乳かけられるの。この人のせい？一体何なの？本当に。何なわけ？私が使ってた、これと同じ液体だ。全く知らない人なのかな？だとしたらマジで普通にやばいよ。捕まるよ。これと同じ液体。これ多分あれか。普通にイチゴ狩りの時に配布されるやつなのかな？練乳だったみたい。変なものじゃなくてよかった。変なものだったら普通にもうね、訴えたら、捕まるし、警察呼ぼう。その場合は、はい。まあね、この練乳でも嫌だけどね、だいぶ。
はい。まあ、もうなんか相当嫌な事件ですね、これ。はい、では今回は初のちょっと2本立てということで、結構前にやってたダイエットで激変コロシアムっていうね、ゲームを残り実況していこうと思います。ちょっと最初のね、恥ずかしミステイク、早めに終わりすぎてしまったんで、で、しかもね、2問目の後はちょっと見たことある問題だったので、はい、今回はちょっと違うゲームをね、やっていこうと思います。スタート。はい。これ久しぶりだな、やるの。ナーバス。はい。5問目か、やっと。全然やってなかったんだね。応援しています。〇〇〇より。はい。可愛い女の子。はい。あえへ、ー、どうしたの髪の毛。レイカは俺の自慢の姉貴。美人でスタイルもいいから、モデルの仕事をしてるんだ。ある日、姉貴の部屋に遊びに行ったら、どちら様ですか。はい。どちら様ですかだよね、本当に。だってね、こんな綺麗だったけど。消えろ、死んじゃい、やめろ。え、ここもビリビリ。ちょっと、なんで、そういう、あれだよね、多分、悪口とか書かれて、ストレスでって。まさか、これが姉貴なのか？どこのおばさんかと思ったよ。でも、声を聞いたら、確かに姉貴の声だった。うわぁ、もう最悪じゃん。全部じゃ、なんかね、野じ馬のせいというか、アンチのせいというか。もしかして、家族にも話せない重病で抱えてるのか？あ、重病でも抱えてるのか？それ、がん治療の副作用じゃないよな。が頭ですね。もうね、すごい、ここ、ね、部分部分しか残ってない。大量の抜け毛があるし、頭がツルツル。でも、ガンじゃなくて、ダイエットしたせいらし、ダイエットしたせいらしい。そんな状態になるなんて、どんな過酷なことしたんだ。これもダイエットのせいなんだ。すっかりボロボロになってしまった姉貴。もうモデルなんかできないって、これを被り始めた。ほい。消えろ、死んじゃう、やめろ。なんで、ダイエットしてたの？だって全然細かったじゃん。これを被り始めた。これ持ってるの、カツラかな？はい。これじゃない。何を被り始めた？できない。これを破り始めたじゃん。漢字読み間違いだった。はい、これね。被り始めた。だからもうカツラしか出てこなかった。姉貴が自分が写ったポスターを破り出した。悲観するのもわかるけど、これからやり直せばいいじゃないか。ちゃんと栄養あるものを食べれば、髪だって元に戻るさ。うん、元に戻る。頑張って、本当に。絶対負けないで。はい。そもそも姉貴は太ってなかったんだし、ダイエットの必要なかっただろ。そう、そこないよ。どうしてダイエットなんかしたんだ？これが原因？原因ね。もうね、本当にさ、マジ、捕まるよ？もう今、こういうことしてたら。うん。気軽にね、そんな誹謗中傷なんてしてたらね、マジで捕まるよ。悪口の書かれた手紙が見える。しばらく前からアンチがひどい手紙を送ってきたそうだ。わざわざ手紙送ってくるっていうね、手間をかけてるのが本当にね、逆に本当大好きじゃんってなるけどね。その中でデブと書かれたものがあり、姉貴はダイエットを決意。絶対デブじゃないって。的外れの抽象なんて無視すればよかったのに。ただの嫉妬だよ、絶対に。可愛くて綺麗でね。頑張ってる人を見るとね、嫌になる人も、まあ、ひねくれた人もね、世の中にはいるからね。もう絶対相手にしない方がいい。レグスト。転落人生。はい。お。ほい。なんかめちゃくちゃ綺麗なグラビアモデル？はい。はい。もう、またダイエットしすぎちゃった？仕事終わりにアイドル仲間のみなみちゃんと偶然会った。撮影場所が被ったみたい。久しぶり。もしかして病気でもした？病気でもした、してはないんですけども、ちょっとね、痩せすぎましたね。みなみちゃんがすっごいガリガリに痩せてる。前はもっと健康的な体型だったのに、でも別に病気になったわけじゃないんだって。変だな。ねえ。ここまでの痩せ方だったらさすがにね、どうしたのってね、病気かなってなっちゃうよね。ってことは、ダイエットでもしたの？でもダイエットのしすぎは体に毒だし、不健康に見えちゃうよ。ほら、あの人も心配してる？あの人、カメラマン。カメラマンだね。この人、さっきもいたよね。はいはいはい。この方が心配してる。
なんか専属のカメラマンかなんかかな。撮影のカメラマンが心配そうな顔をしているよ。痩せすぎで、肋骨が浮いてるし、細すぎて病的だもんね。みなみちゃんもっと太った方がいいよ、うん、さっきのあのね、ふっくらした感じ、ふっくらって言っても全然細かったけど、なんかプニプニな感じの方が絶対可愛かった。みなみちゃんは別にダイエットもしてないという、あ、してないの？ちょっとストレスで痩せちゃった、でもダイエット代わりになってよかったかな、だって。あー、最近あれに乗ってたも、乗ったもんね。あー、スキャンダル、スキャンダルね。え、もう絶対こっちの方が可愛いよね。可愛い。わあ、スキャンダルでいろいろ追い込まれて痩せちゃったんだ。もう何で人生狂わされるか本当わかんないね。ゴシップ誌がある。みなみちゃんこの前スキャンダルをスクープされたんだよね。どうやらそのストレスで激痩せしちゃったみたい。わあ、もうこんなスキャンダルのせいじゃん。じゃあこれね、もう完全に何を取られたんだろう。ま、なんかそういうあれ、恋人彼氏がいたとかそういうのだったらさ、マジでスキャンダルすなって思うけどね、プライベートだから。じゃあお仕事頑張ってね。そう言って私が離れると代わりに近寄ってきた人が、え、みなみちゃんの仕事ってその人と裸でイチャイチャするの？何？え、職業も変わった？こっち普通に多分ねモデルやってたのに、え、なんか行けないというか、なんかそっち側に行っちゃったってこと？はい。バスローブ姿の男性が近寄ってきた。彼は AV 男優らしい。みなみちゃん AV に出演するんだって。スキャンダルの影響で普通の仕事が入らなくなったみたい。オーマイガー、オーマイガーじゃん。しかもめっちゃ激痩せしてて、こっちはちょっとぽっちゃりですね。な、男のぽっちゃりで相殺しようとしてるのかな。ほんと痩せすぎちゃうとね、健康にも悪いしね。うん。まあ、この場合はダイエットではなかったけど、ストレスだったからね。うん。だけどほんと痩せすぎには注意しましょう。